いや俺さ思うんだけどこの3人で本当合わないよね。合わないね。そうだね。合わないからちょうどいいんじゃないかと思うけど、うん、あいいこと言いました、ね、いいこと言いました。合わないからちょうどいいんじゃないの、うん、合いすぎると逆にベタベタすぎて、うん、なんかもう、まあねえ、なんかちょっとおちゃらけ番組みたいになっちゃう。いや別に合わなくてもおちゃらけ番組なんだけど、じゃないわ。違う違うよ、おちゃらけ番組じゃないよ俺。おちゃらけの段階まで言ってないし。ごめんなさい。おちゃらけ番組、まずおちゃらけとかいうことはもう違いますからね。僕らはしっかりとしたビジネスパートナーですんで。はいはいはい、まあね、だからね、なんていうんですか、まあベタベタしすぎず、まあね、うん、まあ、程よい距離感なの、程よい距離感っていうのが、まあ、僕らの、そう、OHK メンバーってみんな程よい距離感なんだけどさ、うん、一般人さんだけ遠いよね。どういうこと、まあ、距離的にもそうなんだけど、まあ、物理的な距離、物理的な距離的にもそうなんだけど、一般人さんの巣ってなんか見たことなくないですか、はいはい、あ、まあ、まあ、分かる。一般人さんの巣ってどんな感じなんだろうっていう。あ、まあ、パンピーチャンネルっていうチャンネルやってるんですよ。あれでなんかいろいろ出してるんですけど、あれでもやっぱ見えないなと思って。あ、え、今度隠し撮りって言えば一人で隠し撮りし、な、茨城、一人で茨城まで行って隠し撮り、茨城まで、うん、取れ高ゼロですよ多分。いや、ゼロなの、取れ高ゼロでしょ。あの人、一般人の家に泊まらせてもらって、あの人か、あ、それ一回やってみたいな、やってみたいけど、まあこう冬はちょっと寒いんで。茨城って寒いじゃないですか、うん、ちょっと暖かくなってきて春先、まあ、5月6月ぐらい、まあちょっと行ってみますか、じゃあ茨城さん家に僕だけ。ああ、うん、そうだね、いいよ、 iPad 持って、今の感じだとみんなで行くんかと思った、うん、iPad 持ってじゃあ僕だけ行ってきますか、行って泊まってきなよ、うん、そしたらもしかしたら数見えるかもしれない、うん、そうだね、じゃあ一般人さんとちょっと交渉して、うん、うん、一般人さん家泊まっていいんだったらやりましょうか、うん、それかあの人実家だっけ、実家ですよ、まあ、だから本当お父さんお母さんにもご挨拶、そうだね、うん、いつもどうすあげて、うん、ハリオ飯バズりたよとか言ってたら、いやそんな高校生みたいなこと言ってない、飯まずいんだよとか、もう一般人生いい大人ですよ、43歳で今年44ですよ、44って想像できます、え、何が44の自分って想像できます、いや多分私変わんないよ、うん、多分ずっと妖怪ウォッチ言ってるよアダルトチルドレンだよ、いやもう変わってると思うんだよな、意味違うかもしれないけど、まあ、いや俺も30になったら結婚してると思ってたけどまだ童貞だろ、斜め上だったな今結婚してると思って、まあ、まだしてないよだと思ったらまだ童貞だよ、斜め上すぎるよ、それはね、モテ、実はというと本当 OHK って童貞率高いですよね、あ、そうか、これ2人じゃん、一般人どうぞ、違うわもうこれで俺童貞だったら恥ずかしいよ、恥ずかしいの、今まで俺どんだけ言ってきたと思ってんだよエロトーク、まあ、いっぱい僕私生活こう出してったんですよ、え、それ全部想像じゃない、バカじゃねえか、じゃあもうただのアホ、そんなのそんな作り話だったらアホですよ、僕は実際のもう実体験をしっかりとお話しさせて、これだからね、もう本当あの元カノとか見てたら多分本当すごい恥ずかしいと思いますよ、ひどいよ、かわいそうだよ、じゃあ恥ずかしいよ、多分恥ずかしいと思うんですよ、ただ誰かはわからないから、まあ、そうかもしれない、僕何度もこのチャンネルで言ってるんですけど、僕4人の方とお付き合いしてきましたけど、まあ、誰を出してるのかわからない、うん、それでもなんかかわいそうだよ、ただでもやっぱり僕今でも思うんですけど、はいはいはい、もし結婚するんだったらやっぱり一番最初の子だったなと思いますね、ああなるほどね、なんでなんだろうねあれって、なんでなんか最初って、そうなんかね、一番最初ってやっぱ一番すれてない時で、で僕もまだ10代だったし、あそういうのはやっぱ良かったのは、まあ本当、それこそさ、お酒とか飲めないからファミレスとか行ってたんですよ、はい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 、ファミレスとか行って時間潰したりとか、はいはいはい、あとよくボーリング行ったりとかね、はいはいはい、だからまあそういう思い出とかあって、まあ、だんだん大人になっていくと、うん、やっぱ居酒屋とかに行っちゃうじゃないですか、デートとか、ああそうなんだ、いや俺も行かないよ
居酒屋とか行くんですよ。まあ、まあ、お酒、今の女の子って結構お酒飲める人多いんですよ、昔に比べると、結構お酒飲める人多くて、いやちょっとお酒飲めないんですって人あんまりいないですよ。あ、うん、僕今まで、つけてるお酒飲めます、うん、まあ、だから多分、まあ、僕もね結構少ないもんですけどね、夜飲みってこのなんか OHK の中ではね、なんかちょっと恋愛経験豊富みたいな形でポンって世間に放り出されたら僕も下の上ぐらいですよ多分、まあまあまあ、下の上ぐらいなんですよ。もう下の下がいるから、下の下の下の一般人さんもいるし下の下の下って、まあまあ、俺も今年、うん、今年は、うん、まあ、結構ランクアップできるんじゃないかなと思う。それはもう本当心待ちにしておりますよ。なんかね、はい、ここ新宿じゃん、はいはい、新宿になんか雑誌で見たんだけど、はい、そういう出会えるクラブみたいなのがあるみたいなんでまあ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 、はいはいはい、でなんかそこら辺のクラブとは違って、うん、うるさくだし、なんか本当大人向きのバーみたいな、あ、うん、あ、そこでちょっとクラブ的な音楽がちょっとかかってるぐらい、はいはいはい、でそこで結構出会えるよみたいな体験談があるからね、うん、僕あんまりクラブ好きじゃないんですよね。あ、俺は行ったことない。ええ、クラブ行ったことない。うん、でそれ見たから、あ、今年から行ってきたのかなって。これ2回ぐらいしか行ったことない。もう本当うるさいし、はいはいはい、でもなんか多分なんですけど、うるさくないのもあると思うんですよ。まあそうだろうね。僕はもう本当ゆっくりもうしっぽり飲みたいタイプなんで、おう、そのなんかうるさい、わーいや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 みたいな、怖いもんね。怖い、まあなんか変な人いる、いそうだしね。変な人いるよいるよっていそうだしね、うん、いるよ断定はしない方がいいと思うんですけど、まあ、やばい、やばいって言ってるやつにそうだわ。意外ってことある。あ、意外ってことある。変な外国人に絡まれて怖かった怖いよね怖かった、まあ、だからさ、慣れてる人はいいんだと思うんだけど。そうだね、クラブとかあんまり。だから僕そのまあだからね、今年ね、まあ、ぜひね、まあ、この僕の恋愛体験談だけじゃなく、バラキさんと永原君もやっぱ聞いてみたいですね。うん、いや、ふーん、ふーんじゃない口癖みたいになってんじゃん。私の聞かない方がいいんじゃないかな。まあ、バラキさんはね、その特殊な恋愛経験をお持ちなんで特殊だね、まあ、だからっていうのもあるんですけど、恋愛ってやっぱいいもんですよ。恋愛はね、まあいいもんだと思うよ。恋愛っていいもんですから。恋愛はね、まあ、このランクでも下の上、下の中、下の下って感じだと思うんだよね。はいはい、うん、だ僕ももうちょっとね、恋愛、今だから本当もう4年いないかな。ちなみにさ、その4人の彼女はさ、うん、長いこと知り合いで付き合ってるの、それとも、あ、まず1人目は、まあ、学生の時よ。学生の時です、はい、大学生の時です。あ、大学生で、いやだから俺、え、あれ言ってなかったっけ、俺高校までつけたことないんですよ。あ、そうだ、高3まで。だからそれが、あれ、この話したじゃないですか。したっけ。高3までに彼女できなくて、で僕誕生日4月なんで、大学入ってすぐ19になっちゃうんですよ。はいはい、はい、19になって、あ、これ1年しかない、20まで、いや童貞なままこれやばいと、うん、ね、みんなそれ思うと。なんなんで、そう、どうって、いや20までどうって恥ずかしいと俺は思った。あ、でも20超えるとどうでもよくなる。どうでもよくなかったから僕は頑張ったんですよ。僕頑張ったんです。で、それか30超えるともう一回このままじゃやばいよ、やばいぞって波が来る、うん、ああそうなんだ、うん、へえ。僕はもう終わったんで、あ、まあ、いやいや、ことなき終えたんで、 10代でギリギリ滑り込みで大丈夫だったんで、うん、だからその高校でも、でも一つ心残りなのはやっぱ制服デートができてない。あ、なんかそれ聞いてた、聞いたでしょ、それは聞いた、うん、だからその声は、ね、もう本当それは心残りだね。生まれ変わるとしたら何やりたいですか、うん、って言われたら、うん、やっぱり制服デート。
制服デートって呼ばれてる。チャリンコ、チャリンコで。ああ、はい。青春っぽいやつね。青春っぽいやつ、ね。みたいな感じ。そんで警察に二人料理食べたよ。なんでだよ。夢もない話。夢だ、本当には。